こんにちは、ひらがな神宿の辻優香と家渡奈子です。辻渡奈子です。はい、ということで今日はこの2人でコンビニのスイーツ新商品を食べていきたい。これやりたかったんだよね。やりたかった。そう、ということでね、コンビニは行きますか普段。私、うん、私今行きます。行きますよね。でも普段新商品っていう言葉に全く響かないタイプだから。私は結構買っちゃうタイプ。買っちゃうタイプ。今回はね、うん、じゃあどちらのね、コンビニさんで買ったものかちょっと紹介してもらえますか。はい、まずはローソン1番タピオカ黒糖ミルクくん、2番プルレアくんですね。ローソンに関してはこの2種類になってますね。続いてファミリーマート3番クランベリー&チーズクリームパンくん、4番ふわとろティラミスくん、5番北海道産牛乳塩みかんの牛乳寒天くんなってますね。こちらファミリーマート3種類になってますね。続いてセブンイレブン6番冷やし、うわ、なんて読むのかこれ、かつまんじゅう、冷やしかつまんじゅうくん。いいじゃん。ちょっと待って。いや、もう OK OK。 だいだ辻ゆかのおすすめエッグタルトくん以上になりますね。はい、なるほどね。以上になります。エッグタルトに関しては私も新商品でもなんでもない、ただ食べたくて。ダイダーですね。はい、ダイダー買ってきました。ダイダーでも美味しそう。食べたかったんでしょ。食べたかった。じゃあ早速食べていきたいと思います。これ、それでは1品目、デデン、タピオカ黒糖ミルクくん。じゃん、飲んでみてください。タピオカは普段飲む。タピオカ飲む。うん、いつもはファミマのタピオカ飲んでる。なるほど。いや、ほんといつも飲んでる飲んでる飲んでる。私たち結構コンビニのタピオカ全然飲む。そう、飲む飲むぜ飲むぜ。これは黒糖ミルクだから美味しそう。いただきます。うわ、黒糖ミルク、めっちゃ美味しい。タピオカに関してはファミマと同じ、あのこんにゃく、こんにゃくタピオカです。この液体、液体に関しては本場って感じ。うん、本当だ。めっちゃ黒糖、黒糖はちゃんと黒糖でもやっぱりタピオカのなんかそういうタピオカ屋さんで買って、うん、コンビニのタピオカが嫌いな人はやっぱあれかもね。だね。こんにゃくって言われてるタピオカはタピオカだけど、そう、私たちはめっちゃ好きな人だからあれだけど、もうこれはおすすめ。美味しい。なんか他にもね、いちごのやつとかなんかメロンのやつとかもあったから。美味しい。沖縄県産黒糖蜜使用って書いてるよ。これいい感じ。これに関しては、うん、コンビニのタピオカ大好きなんだから、うん、ホームランで。私もホームランで。これ結構、はい、結構一番美味しいかもしれない。これいい感じ。一番って今1個やろ。1個目しか食べてないけど一番美味しい可能性がある今のところ。今のところね。じゃあそして次これだっけ。うん、ジレン、フルレア。フルレア。これはいちごのレアチーズの食感がプルンって書いてる。フルもちレアチーズいちご。チーズなんだね。じゃあこのテクスチャーになるんですけど、こちら開けてみます。あ、おー、これね、すごいプル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 って感じで、あ、すっごいよ。でも匂いはめっちゃイチゴ。ほんとだ、イチゴジャムみたいな匂いする。あのね、これ伝わるかな。なんかね、プルリンプルリンって感じ。ルル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 プルプルしてるの。食べてみます。いってきます。いってらっしゃい。レアチーズ選手どうなるか感じ。美味しい。うん、なんかすごいこの中のこのクリームとイチゴのやつ、これがレアチーズでしょ。これレアチーズ。レアチーズとイチゴの層がこうやってなんか目玉焼きみたいになってる。そう、でそれが分かれててゼリーで覆われてる感じ。美味しい。混ぜて一緒に食べます。食べてみてください。あ、美味しいわ。あの夏に販売されるなって感じ。分かる。ああ、分かる分かる分かる。なんかケーキは夏だと重くて食べづらいみたいな、うん、だけど甘くてチーズとイチゴのなんかショートケーキ食べたいみたいな、うん、ケーキ食べたい時にめっちゃ良くない？それだわ。軽いの、すごい甘すぎないって感じ。冷たいし、あとなんかそう、冷やすといけない。テロンテロンしてるからたくさんいけちゃう。何か食べたい。うん、食べる。なんかイチゴのブツブツしてるイチゴジャムみたいな、ごまみたいなやつあるじゃないですか。種か種がいい感じって感じ、うん、でもこれはさっぱり食べれるから美味しい。買う、あのリピートできる感じ。うん、これは私
的にはヒットかな。ヒット、うん、私もヒットです。これはね、美味しいし、めっちゃあれだけど、うんうん、やっぱなんかね、外で食べられないっていう、確かにね、難点はあるけど、ステイホームで、お家で、うん、その富士スイーツ食べるんだったら、めちゃくちゃいいと思う。からヒットです。はい、次から次いきます。じゃあこれにいきます。ランベリアとチーズクリームパン、いただきます。これね、これ多分私食べたことあるわ。本当に、うん、多分これ今季が初めてじゃない気がする。そういうこと。え、なんかこれ、クリームチーズだけのバージョンが私めちゃめちゃ好きなのね。これのだけど売ってないのも、え、なんか限定で販売されるんだよね多分。そうだね。で、それのクランベリーチーズ版だと思う。食べさせていただきます。はい、どう。うわ、なんだろう、いちごジャムとクリームチーズを塗った食パン食べてるみたいな感じ。あ、なるほどね。あ、チーズ すごいよ。私たちこれ今流行りなのかな。あの、見てほら、いちごはレアチーズのいちご。これもクランベリーとチーズクリームパンだからちょっと似てるんだけど、え、おいしい、しっとりしてる。え、なんかね、レーズンみたいになってるの。結構大粒のクランベリーが入ってる感じ。うん、中はね、めっちゃぎっしり入ってる。そう、しっとりしてる、しかもおいしい。うん、うん、おいしい。食べたことあるからわかるけど、うん、なんかね、もちもちしてるの、パンが。うん、めっちゃ、ね、あの柔らかい、めっちゃしっとりパンみたいな感じの、あれ、あのチョコパン、ファミマのさ、うん、混ぜてあるチョコパンみたいな。あー、はいはいはい、あれと同じふわふわ感、しっとり感、もちもち、そのもちか、もちもちしてます。じゃあ、結果はどうでしたか。こちらはヒットです。ヒット私はナイアゴロです。これはなんか美味しいし、うんうん、だけどなんか夏に食べたいかって言ったらなんかちょっと重いかもしれない。私もこれはまたいちごのパンが食べたくなったら買うかなって感じ。ああ、確かに。そう、なんで、あ、でもね、冷やしても美味しいって書いてあるから、多分冷やしたらめっちゃ美味しいのかも、うん、かもしれない。もっとね、このシリーズはね、ぜひ私はノーマルの方が好きなんでね、食べてみる。クランベリーじゃなくてチーズクリームパンで白くなってるのがあるのよ。なんか白い粉がかかってるパンがある。あ、なるほどね。そう、じゃあ次に行きます。続いて、はい、ちょっと気になってた、これふわとろティラミスです。はい、くんくん。これでーすって言って、え、美味しそう。私ティラミスめっちゃ好きな人だから。あー、もうこの粉がたまらない、いい感じだよ。いただきまーす。そうになってるね。え、おいしい。嘘、おいしい。なんか、うん、ちゃんと苦味もあるし、このここがめっちゃ濃厚。へ、え、すごいおいしい。コンビニだとは思えないぐらいおいしい。食べまーす。あ、おいしい、うん、なんかティラミス売ってたら絶対買うの。マジっていうぐらいティラミスめっちゃいろんなところの食べたけど、甘すぎない感じ、うん、だからいい、すごい。え、ほんと、おいしい。スポンジさんもちゃんと吸収してる、コーヒーをギュッと。なるほどね。これさ、真ん中にスポンジ入って、これコーヒーのスポンジだよね多分。うんうんうん、そうそうそう、おいしい。美味しさ爆発です。あ、でも甘くない、これめっちゃ美味しい。さっぱり食べられますよ皆さん。じゃあ結果はこちら、ホームランです。私はホームランです。これは美味しかった。なんか夏でも食べれるケーキとか、しっとり甘すぎないって感じ。普通のケーキ屋さん、お店屋さんとか、そう、ケーキ屋さんで食べる、あのケーキ全然変わらない、うん、変わんない。これいくら ?280円、買うよね、自分的には。うち的にはちょっと高いかなって思うけど、高いの。でもなんかご褒美とかに食べたい、これは。私はなるほどね。そう、ライブ頑張ったりとか。そう、280円、いい、私は的にはすごいいいお値段で。うん、次に行きまーす、はい、次、みかんの牛乳寒天くんです。じゃん、美味しそう。寒天、これさ、セブンにもね、あるのよね。寒天、さ、ファミマさんが初めてなのかな。え、わかんない。でもセブンのあるイメージ、多分ね、これね、ダイエットとかにいいと思うんだよね。カロリーも142、ほら、ちょっとそのカロリーもそんなに高くないし、じゃ食べてみます、うん、食べましょう。みかん全くない、プルプルです、テクスチャーは。うん、めっちゃ美味しい。食べます。美味しい、これ。あ、
美味しい。2回言ったけど、これね、多分ね、セブンさんでも牛乳寒天売ってて、うんうん、私はファミマさんの方が好き。ファミマの方が牛乳寒天が甘いの。だからね、セブンの牛乳寒天は寒天が甘いっていう感じじゃないんだよね。私でも食べて苦手だったの、結構。本当、牛乳寒天、このファミマのやつは食べれる。なんか美味しい。こっちはなんか牛乳プリンみたいな。ああ、そうだね、寒天って感じしない。そう、なんかセブンさんの方はあれ、今度寒天感が強い、牛乳寒天感が強くて、こっちは寒天要素もあるけどプリンっぽい寒天なのかなっていう。でもこれ好きな人にとってはいいかもね、うん、なんかプリンって感じ。じゃあ結果はホームランでーす。そして私の結果はヒットでーす。甘いけどめっちゃ甘すぎないけどみたいな、なんか練乳みたいな味がする。多分ね、食欲ない時にいいかも、ダイエットしてる人にいいかもね。うん、じゃあ続いてセブンに入りますね。セブンの冷やしくずまんじゅうくん。くずでーす。くずでーす。くずまんじゅうでした。これはめっちゃ気になってた。すごいね、外でも食べれるワンちゃん。うわ、待って、めっちゃテロンテロンくっつく、こうやって。てかね、もちもち感がすごい。宝石みたいな。ほんとー、ね、ビヨーンって。お餅だからやっぱまんじゅう。そう、くずまんじゅうって水まんじゅうと何が違うの。いただきます。うん、こしあん。こしあんだ。これポイント高いよ。しかもめっちゃもちもち、プルンプルン、もちもち。こしあんはセンスいいわ。うん、食べます。あー、うん、これはうまっね。うまくない？おいしい。うん、あ、おいしい。めっちゃおいしい。めっちゃおいしい。これね、なんだろう、お餅がおいしい。そう、もうプルンプルンだし、もちもちだし、噛んでブズッブズッっていう感じじゃなくて、ちゃんとお餅ちゃん、こういう感じみたいな、更新してる感じ。お餅がホルモンみたいな感じ、ふわふわもちもち、なんていうんだろうね。私こしあんだし、そう、あと甘すぎない。これなんかさ、全部に共通するけど甘すぎないのかもね。ね、なんかやっぱこの時期に販売する。確かに食欲なくてもこれ食べられる気がする。これは外でも食べれるね。うん、こうやってやん。またこれも冷やしまんじゅうだから、うん、冷やした方が美味しいのかもね。だね、なんか夏に食べたい、これも私。あ、北海道産オグラ。あー、やったー。オグラだよ。あずき、あずきだ。これいいね。これ私買うわ、多分またホームランでーす。イエーイ。じゃあ私の結果、ホームランでーす。これは本当に美味しい。これはなんかうおーってなるぐらい美味しい、うん、目が見開く感じ、キューンって感じ、ね、これは年齢層もそうそう問わない。じゃあラスト。ローソン代打辻ゆかおすすめエッグタルトくん。こちら代打です。代打です、ね、代打というのはもうただ単純にこのね、こちらにいる辻ゆかさんが気になって食べたかったという謎のコーナーになっております。まあ一応代打ということで、はい。エッグタルト、これはローソンさん。うわー、あ、じゃあもう存分食べていただきましょう。皆さんすいませんね、いただきますね。はい、ありがとうございます。うん、匂いがすごい。うわ、このタルトのさ、部分がさ、パイの実みたいな。あー、パイ生地、うん、のタルトで、うん、ちゃんとサクサクしてて、この中のエッグさんもすっごく美味しい、濃厚で。なるほどね。え、美味しいんだけど、ちょっと見せて。いいよ。え、そんな買ってよかった。うん、くずまんじゅうめっちゃ美味しいんだけど。え、美味しい。なるほど。どうですか、結果的には。あ、これはギリギリのホームランって感じ。あ、なるほどね。ギリギリホームラン。いいのか悪いのかさ、これなんかよくわかんないけどさ。ねえ、よかったね、食べれて。これじゃあ結果が今全部出て食べたんですけど、一通り。どれが一番か決めよう。まずホームランは上がったのが黒糖タピオカミルク選手と冷やしくずまんじゅう選手とティラミスさんですね。2人のホームランは3つということで、では辻さんから発表してもらおう。私はティラミス選手です。すごい、これあんまりティラミスさ、普段食べない人が選ぶってことは相当美味しかった。美味しかった、私的に。
ファミマのティラミス。ファミマスイーツのティラミス。なんか本当にご褒美に買って帰ろうかなって感じ。マミーの分と2つ。じゃあ私的一番美味しかった選手は、はい、黒糖タピオカ選手だ。やっぱりね、なんだろう、この時期って私どうしてもね、あの食欲がなくなるんですよ ね、 暑いからね。だけどこう糖分も取れるし、やっぱあの私コンビニのタピオカ参戦派なんで、うんうんうん、そういうことでこれを全部ねこの後飲み切りたいと思います。こちらも全部食べたいと思います。まあこんな感じでね、やっぱコンビニのねスイーツはどんどんね、うん、発展してる。 やっぱり本当クオリティが高くなって、ね、今回食べてみんなもぜひね一緒のものを食べてみて、うん、あとみんなのおすすめもね、あったら、ね、毎週新商品が発売されてるらしいのね、コンビニって。そう、多分火曜日に入るんだって、うん、だからまたおすすめがあったらおすすめ教えてほしい。やりたいと思う。なんかすごいね、失礼なこと言っちゃってすみませんでした、なんか、ね、だけど本当に美味しかったっていう素直な気持ちでありがとうございます。ありがとうございます。あ、いた。やったー。あったー。コンビニのスイーツ、僕も買うよ、私も買うよ、食べてみたいなっていう人は、うん、グッドボタンと高評価一緒です。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。コメントもたくさん、どれが美味しそうだったよとか、うん、教えてください。教えてください。みんなも一緒にコンビニのスイーツを食べて夏を楽しく過ごしましょう。